私たちってなんで一緒にいるんだっけ。今のままが居心地がいいというか、奥さんでよかったなって思います。佐藤は出会った人が咲さんでよかった。君を失うかもしれないと思った時、やっと気づいた。どうしても今夜伝えたくて。アイネクライネナハトムジーク。